近代化を牽引する国際都市へと発展。開港とともに外国人居留地が設けられ、西洋のさまざまな文化が神戸に持ち込まれ、そして神戸から日本全国へと広がっていき、これらもハイカラ文化と呼ばれた。サッカーもその一つ。神戸は日本のサッカー発祥の地の一つと言われている。1870年、神戸レガッタ&アスレチッククラブが誕生。1888年、日本最古の対抗戦と言われるインターポートマッチが行われる。1970年、ノエビアスタジアム神戸の前身である神戸市立中央球技場が完成。日本サッカーリーグに国際親善試合が数多く行われ、世界的名選手たちも神戸の地でプレーをした。そして1993年の J リーグ開幕を受け、およそ24万人の署名が集まり、1995年神戸のプロサッカークラブとしてヴィッセル神戸が誕生。しかし現実の日を予定して1月17日、未曽有の災害に襲われる。甚大な被害を受けたが、世界中の多くの方のサポートを受け、神戸の街は一歩一歩復興への道を歩んできた。ヴィッセル神戸もまたそんな街と共に歩み続け、2020年の元日、新たに完成したここ新国立競技場で行われた背番号1、ゴールキーパー前川。